セバスティアン・シマンスキは、ポーランドのサッカー選手。ポーランド代表。ポジションは MF。レギア・ワルシャワの下部組織出身で、セカンドチーム、トップチームに昇格。2019年5月31日に、ロシアプレミアリーグの FC ディナモモスクワに5年契約で、完全一席。同年10月には、クラブのサポーター選出の月間最優秀選手に、選ばれた。 11月9日の FC ルビン火山戦で遺跡後初得点を決めて1から0の勝利。アウェーでのルビン火山戦では13年ぶりの勝利となった。2021年6月2日に新たに5年契約を締結した。2018年5月に 2018FIFA ワールドカップの代表候補メンバー35人のうちの1人に入ったものの、同大会のメンバーに選出されることはなかった。 A 代表初出場は2019年9月9日の UEFA ユーロ2 0 2 4戦グループ G のオーストリア代表戦でカミル・グロシツキに代わって70分に投入された。10月10日の同予選ラトビア代表戦では初めてスターティングメンバーに選出され1アシストを記録して勝利に貢献。ポーランド代表はこの試合で本戦進出を決めた。 11月19日の同予選、スロベニア代表戦で代表初得点を記録した。UEFA ユーロ2020の登録リスト30人にも入ったものの、最終メンバーの26人からは落選し衝撃を呼んだ。なお落選した彼とカミル・グロシツキ、ロベルト・グムニー、ラファウ・アウグスティニアクはリザーブメンバーになった。ありがとうございます。